こんばんは。時刻は20時を回りました。7月6日水曜日、ウェザーニュースライブムーンのお時間です。この時間の担当は檜山沙耶です。3時間どうぞよろしくお願いいたします。チャットにご参加の皆さんもどうぞよろしくお願いいたします。さて、先ほどものんちゃんとクロストークしたんですけれども、明日は7月7日七夕の日ですね。皆さんいかがでしょうか。願い事は決めましたか。明日は番組でも短冊を書く時間帯があるということで伺っているんですけれども、せっかくですのでムーンの時間帯も一緒に願い事を考える機会を作らせていただければと思っております。今年も早いもので七夕なんですよ。あっという間ですね。私前回は無病息災で確か願い事を書いた記憶があるんですけれども、皆さん去年の願い事って覚えていますか。いかがでしょうか。人によっても願い事変わってくるかと思うんですけれども、ぜひ皆さんもコメント欄で教えてください、ちなみに、コメントでも届いてます。無病息災といった方もやっぱりいらっしゃいますね。明日はですね、中四国近畿では晴れて天の川見られそうなんですけれども、その他の地域ちょっと曇りやすいお天気となっていきそうです。ぜひ番組でお裾分けお待ちしております。かなり安全といった報告もありがとうございます。ちょっと見たいですね、私も。彦星様と織姫様が会えるかどうかも今後天気予報で確認していきましょう。あとは星空ゼリーをもうすでに作ってくださった方がいらっしゃるんですって。先ほどリポートはね、のんちゃんと一緒にご紹介させていただいたんですけれども、バタフライピーティーの元を使って青を表現したそうですよ。すごく素敵でした。トピックスでも載っておりますので、ぜひぜひ星空ゼリーも楽しんでいただきたいと思います。結構届いてそうですよね、この段階でも。いや、お菓子作り得意な方尊敬します。私も以前は作っていた時もあったんですけれども、日数もかかりますし、あと材料も結構大変じゃないですか。そんな中でもやっぱりお菓子作りっていう夢があって、特に可愛いので、皆さんもちょっと挑戦していただけることを楽しみにしております。さあ、今の時間帯もムシムシしておりますので、調理をする方もですね、料理をする方も食品管理には気をつけて調理をしてください。この時間帯も生放送で最新気象情報をお送りしていきます。よろしくお願いいたします。